はい。皆さん、こんにちは。こんばんはー。というわけで、今回なんですけども、岸田政権の支持率の下落止まらないということで、まあ、のきなみね20、20%台っていうのを記録してるわけですが、ま、あ正直ね、実感としては、まだ20%以上もあんのって思ったりするわけですよ。ま、あ体感一桁パーセント提示でも、何ら不思議ではないかなと思ったりするわけですよね。っていうのも、ま、あもちろん経済政策もあるんですが、今まで自民党支持といっても、安倍さんを支持してた人っても結構いたみたいで、ま、あここ最近のマジで、売国政策みたいの見てくると、 その自民党支持層もアイスをつかせて離れていってるっていうのはね、現状じゃないかなと思ったりするわけですよ。で、NHK の調査やったかなでは、岸田政権発足後、まあ過去最低の支持率になってるってことやから、やはり与党支持者からでも見捨てられてるっていうケースが多いのかなと、事実は日本各地で自民党員辞めるっていうケースが続出してるってことで、今選挙があったらすげえ面白い結果になったりするんかなと思ったりするんですが、そんな中ですね、この経済のトップである財務大臣ですね、が、えー、こちらの記事、 岸田首相の支持率下落、原因を分析しないと、鈴木財務省の発言に吹き荒れる批判、財務省のせい、今から分析ってやばい。ということで、えー、右下にね、映ってるのが岸田さんと鈴木さんなんですけど、この鈴木財務大臣が、なんで岸田政権の支持率がこんなに低いかわからないと。だから、原因を分析しないとあかんって言い出してるらしいんですが、まあ、正直、この支持率の下落の原因がわからない。 で、分析しなければならないと思ってんだったら、もう何やったってこの人無駄なんじゃないかってわけでねえ。今回はこちら見ていこうと思います。よろしくお願いいたします。8月15日、鈴木財務大臣は閣議後の会見で岸田内閣の支持率低迷について、閣内にいる者として様々な、えー、世論調査で下降傾向にあることは大変に憂慮して残念に思っていると述べた。鈴木氏は岸田政権の支持率が下がっている原因が何なのかは十分な分析をしなければならないとも指摘と。 ま、というわけで、まあ、これがね、今回の全てっちゃ全てなんですけど、ありえないでしょいや、もちろん、もう言い出しはきりないぐらいいろいろあるんですが、普通に政治家として国を動かしてくださいってことなんですよ。正直、もうざっくり言ったらそういうことでしょもちろん、ここ最近だけでもさ、あの、フランス研修とかブライダル補助金、さらに、木原事件もあったら、風力発電のあの、秋元さんやったっけ名前、ちょっと、どう忘れちゃうんですけど、の、不祥事なんかもいろいろあって、もう細かいのはいっぱいあるわけですよ。言い出しは統一協会の問題だってそうでしょ 結局さ、断ち切ったとは言いながらさ、うやむやにして、次の後任のでも、あのマザームーン山本とか、ネパール山際とかを出すわけでしょじゃあもうさ、やること一緒やんか。それこそ岸田の坊ちゃんの話でもそうかな。まあ、という感じで、言い出しら正直、きりないと思うんですけど、でも僕は大筋から見て、まさに鈴木財務大臣が請け負ってる、その経済問題、そこが支持率が下がってる、最もな原因じゃないのかなと思うんですよね。要は、 今のこの物価高騰に対して何の支援もせず、むしろガソリン補助金切っていくみたいな、物価高騰対策は縮小廃止の方向に持ってってるわけでしょありえないじゃないですか、この状況で。普通追加拡大ですよ。でも物価高騰対策どうしていくのかなってって見てみたらさ、縮小廃止なんて耳疑うじゃないですか。 で国民負担率はさ、ほぼほぼ50%、つまり1年間働いて半分しかお金もらえない、残り半分は税金でピン離されていってる、それが過去最高だって言ってて、で、実質賃金は15ヶ月連続マイナス、つまりみんなの手取り、可処分所得は減ってる、要は全員貧乏にさせられてってるけども、税収は過去最高やから、政府が抜きまくってる、で、物価高騰やけど支援策はせずに、むしろ切っていくっていう方向になった、で、その状況やのに、まだ増税とか負担増って言ってるわけじゃないですか。 かといって自分たちが使うお金っていうのは湯水のようにやるわけでしょそれで支持率が下がってることを憂慮して残念だ。でも原因がわからないってやめてまえよ、お前。もう100歩というか1万ポイズって鈴木さんが例えば環境大臣とか文部科学大臣とか法務大臣やったらね、まあこう言うかもしれない。まあそれでもかなりね批判されると思うけど。でもさ、鈴木さんって財務大臣なんでしょ ってなれば、日本でさ、最も何がまずいかって、財務省があることだってさ、国民の声聞いてないのそれこそタイトルでもあったけど、財務省のせいなんですよ。これが解体するなり、財務省の意見をひっくり返して、プライマリーバランス黒字化目標を撤廃します。財政健全化やめます。緊縮財政やめて積極財政にしていきます。国民生活の水準上げていきます。減税ね。って言ったらさ、それだけで支持率上がりますよ。 だから、めっちゃ簡単に言ったら、岸田政権の支持率が下がってる原因は、日本国民目線の普通な政権運営をしていないから、十分な分析をした結果、出てくる答えは財務省の責任、これしかありえないんですよね。 で、えー、時事通信が8月4日から7日に実施した世論調査では、岸田内閣の支持率は前月比4.2ポイント減の26.2%、毎日新聞が7月22、23に実施した全国世論調査では、前月比5ポイント減の28%パーと、報道各社の世論調査で内閣支持率は危険水域とされる2割台に低迷していると。まあ、というわけで、個人的には、え、まだ2割台の人が支持してんのって思うんですけどもね。むしろ支持するところってどこ さっきもちょろっと言わせていただけど、ブライダル補助金とかさ、岸田の坊ちゃんの不祥事とかいろいろあるわけですけど、それってあくまでポイントポイントの一件だと思うんですよね。それももちろん原因ではあるんやけど、全体として経済政策めちゃくちゃなわけじゃないですか。特に内需。この前さ、実質 GDP が年率6.0%増っていうのが出たんですけど、パッケージにだけ見たら経済成長してるなって思うじゃないですか。ふただけで見たらその原因は輸出が増えて輸入が減ってるっていうだけで、ただ単純に計算したらプラスに転じたっていうだけで、 個人消費はマイナスなわけだから、輸入は減ってるイコール物価は高い。で、個人消費は減ってる。じゃあもう内需ボロボロじゃないですか。だからこれ聞いてくださってる方にね、ちょっと言っときたいのは、できればその政府の発表してくる数字っていうのはパッケージだけで見んといてほしいんですよね。中身をちょっと咀嚼してほしい。もうそしたらさ、言ってることおかしいなってすぐ気づくわけですから。少子化対策なんかでもまさにそうやったわけだし。 で、今回のさ、GDP でもそうじゃないですか。だから、いいところの数字だけバンって出してくるけど、蓋開けてみれば、っていうかもう、教科書の1ページ目ぐらいのところに、いや、書いてることおかしいよねってわかるわけよ。だから、その政府の出してくる政策とか数字っていうのは、そのまま鵜呑みにするんじゃなくて、一回咀嚼していただけたらなっていうふうには思うんですけどね。でもそれぐらいも経済ボロボロにさせられてる状況で、外国にはさ、なんか知らんけど、ものすごいいい顔して金ばらまきまくってるわけでしょで、 保守だって言ってるんですけど、意味わかんないわけですよ。どう考えたって僕は売国にしか思えないんですが、自民党は保守政党だってね、いまだに思ってる眠たい人もいると思うんですけど、こと岸田政権がやってきた中身見てみたら、どこが保守やねんって思いませんなんセ20%台もさ、支持するところがあんねんって思うんですけどね、5人に1人が支持っていう、僕そんな多いととても思えないんですけどね。で、えー、兵庫県赤市の前市長、泉房穂氏は前日、自身の X にこう書き込んだ。 あまりに自覚がなさすぎる。財務官僚のいなりで国民に負担増を押し付けようとしている鈴木財務省自身が支持率低下の原因の一つだと思いますが、鈴木財務省に突っ込みを入れた上で、さらに翌16日にこう書き込んだ。今の内閣を国民が支持していないのは、今の内閣が国民を大切にしていないからだ。財務官僚のいなりで国民にさらなる負担増を押し付けようとするからだ。政治家よ、財務官僚じゃなく少しは国民の方を向いて政治をしたらどうかと。 いうわけで、まあ、ほんとおっしゃる通り、もう一言で言ったらこれ、あまりに自覚がなさすぎるってことですよ。だって日本でたった一人でしょう、岸田政権の支持率が低下してる原因がわからないなんて言ってる人。多分これ、岸田内閣を支持してる人に聞いたって、支持率が下がってる原因わかりますよ。で、この泉市長の言う通り、文字起こしして簡潔にまとめたらこれですよね、要は。でもこれを鈴木財務大臣に直接言ったとして、あの人が理解できんのかどうかですよね。なんか分析するとか言っても、分析するまでもないわけですよ、はっきり言えば。 逆に言ったら分析するということは原因が分かればそれを改善するってことなんですけどまさに原因これですよね財務官僚の言いなりで国民に負担増を押し付けようとしているで国民の声が上がってるのにも関わらずさらなる負担増をまた国民に押し付けようとしてますよねってそれこそ鈴木さん自身が直接かかっていたのは自動車の自賠責保険なんかがまさにそう自賠責保険って一般財源に勝手にやって財務省が勝手に借りていったわけですよじゃあ逆に自賠責の積み立てが足りなくなったじゃあ自賠責保険上げたら おかしくないって,言ってること要は財務省の仮パクを国民がケツ拭いてるっていう形なんですけど、それをして、なんで支持率が下がらないと思ってんのか分からへんよ。今のインボイス制度だってそうですよ。消費税は預かり税ではありませんって財務省が言ってんのになんか預かり金説でさ、それを否定せんとそのまま強制的にインボイス制度を進めようとしてるやん。あとは国債の発行でもそうですよね。 国債は国民の借金じゃなくて政府の負債だって鈴木さん自身が認めてんのに、でもその負債を国民に返させようとしてるってさ、言ってることおかしいやろみたいな。なんでお前らの負債をさ、こっち側が返さなあかんねん。むしろこっち側が貸してんねんから、貸してる側が借りてるやつの借金を返済するっておかしいでしょ、言ってること。でもそれをさ、平気な顔して国会で言うんすよ。これどういうことか。自分で多分言ってること分かってないんですよ、この人。ただ書かれてるものを読んでるだけやから。だからこの泉市長の言っている最後の部分。 鈴木さん、分析しなければって言ってるけども、もう対策これしかないんですよ。財務官僚じゃなくて少しは国民の方向いて政治しましょうよって。そしたら支持率回復するんやけど、それをする方多分やらないんですよね。で、記事続けます。えー、7月に産経新聞が報じたところによると、岸田首相は断るごとに財務省の言う通りにするつもりはないと周囲に語り、岸田首相は財務よりとの見方を否定しているようだが、国民はそう捉えていない。 鈴木財務省自身、5月に児童手当を拡充する場合に、税負担を軽減する扶養控除との関係を整理する必要があると述べ、控除の縮小を示唆して批判を浴びた。現在は16歳以上19歳未満の子供1人につき、親の課税所得から38枚が引かれている。16歳未満については民主党政権時の子供手当導入に伴い廃止されており、子育て罰と批判されてきたということで、まさにこれが、 あの、鵜呑みにせんと著作してくださいよってことなんですよね。自動手当を延長しますと18歳まで。それ自体はいいことやねんけど、延長する代わりに扶養控除は廃止しますと。言い方変えたら、扶養控除を廃止したら、そこに財源が生まれたので、自動手当拡充に充てるっていうんですね。要するに付け替えをすると。え、意味ないやんって思いません でもそれは言わないわけです。少子化対策何するんですか自動手当拡充します。18歳まで延長しますと。だからパッケージで聞いたら、あ、自動手当拡充するにはすごいなってなるけど、1ページ目めくってみると、その代わり不要工場は廃止します。え、おかしくないかみたいな。まさに鵜呑みじゃなくて、咀嚼すればすぐにわかる、すげえからくりなわけですよ。で、そんなことばっかりやってるから、支持率が下がるんですよ。 続いて8月15日内閣府が発表した23年4から6月期の、えー、国内総生産は物価変動の影響を除いた実質で1.5%増。だが GDP の過半を占める個人消費は前期比0.5%減とマイナスとなった。物価高で食料品や家電の消費が減っているのだ。ここもそうですね。先ほど言った通り。 GDP は増えてるから経済成長してるっていうけども、蓋上げてみたら個人消費は減ってますよと。じゃあ何が原因かって言ったら輸出が増えて輸入が減っている。だから計算式上そうなったっていうだけです。えー、国民民主党の玉木代表は自身のツイッターにこう書き込んだ。個人消費は2%を超えるマイナス。ガソリン代高騰を含む物価高がこれ以上消費を冷やさないよう慎重な配慮が必要だ。ガソリン値下げ早いよと。 えー、ガソリン代の高騰や物価高で個人消費が落ち込む中、鈴木財務省が岸田内閣の支持率下落に関して、原因を分析しなくては、と述べたことに SNS では批判の声が吹き荒れている。低迷の理由がわかんないとかマジなの国民に負担ばかり押し付け、子供の扶養控除は奪ったままで税制がおかしすぎる。働き世代を苦しめているあなたたちこそ大きな原因では 物価高でガソリンは高く、実質賃金が下がり続けている中、企業任せの賃上げを訴えるだけで政府にしかできない減税をしないからだよ。国民負担を下げようとする素振りすら見せないからだよ。これだけわかりやすい支持率低下の理由がわからなく、今から分析って相当やばない財務省による財務省のための政治やって、国民の生活ないがしろにしてたら、そら支持率下がるわ。 8月8日に発表された、働き手一人当たりの実質賃金は前年同月より1.6%減で15ヶ月連続減となった。このままでは岸田首相は財務省寄りとの見方は強まるばかりだろうと。まあ、というわけなんですけども、この鈴木財務省のね、発表によって SNS では批判殺到なわけですよ。ね、このフラッシュの記事なんですけど、そのね、泉市長の先ほどのツイートだったり、玉木さんのツイートもそうやし、ネット上の声でもさ、まあ、3つぐらいこうやって上げてくれてるわけじゃないですか。 で、それ聞いて、そうだってみんな思うわけですよ。だから原因分析しなくてはって言っても、もう教えてもらってるわけやねんけど、鈴木さんがこれを理解できるかどうかっていうところがまた違うわけ。だってこれ最後の方言うように、これだけわかりやすい指示率定価の理由がわからなく、今から分析って相当やばないと、相当やばいんですよ。で、普通に考えて、そんな人が分析して出した結論が、正しいとはとても思えなくないですか 今回はこのネットの声3件、泉市長の声1件、玉木代表の声1件ってね、5件紹介されてるけど、全部にへっついてることは、国民負担が高すぎる、税金取りすぎなんだ、だから下げろ。国民目線で政治やればって言ってるだけの話ですよ。でも多分この人は理解できないんだと思いますけどね。だから自分で言ってる答弁でも、指理滅裂なところもあるし、自分で言っててそれおかしいってことに気づかんのとかさ、いっぱい出てくるわけよ。だから基本頭で考えるなんてことをせえへんから、分析しようが無駄なんじゃないの だから今から分析するっていうね、そんな無駄なことするぐらいだったら、今すぐにやめるっていう方が、最も自己分析ができてる結果なんじゃないかなっていうふうに思います。はい、というわけで、今回はこれで終わりたいと思います。えー、またよかったらチャンネル登録お願いします。以上です。ありがとうございました。